日光コウモリは、菊花コウモリ相続の多年層。軟体コウモリとも呼称される。根茎は射上し、または横層する。茎は直立して、高さ50から90センチメートルになる。茎のチューブにつく葉は、草質、またはやや角質、葉芯は三角形状保、小形で、 長さ7から17センチメートル、幅8から14センチメートルになり、中央列辺と側列辺の先端はお上に長く尖る。傭兵には翼がなく、部は茎を半ば抱き、耳は小型で幼少は円筒状にはならない。夏季は9月。登場果女は、壮状果女につくか、単なし、下向きに咲く。すべて両性の筒状花からなり、 頭花の花柄は長さ15から30ミリメートルになり、花柄の基部に長さ2センチメートルになる線形で大型のツトがある。双方は筒型で、多種より大型で長さ12から15ミリメートル、双方辺は一列で7から9個ある。一頭花は10から15個の小花で構成されている。果敢は長さ7ミリメートルになる。果実は、 長さ7ミリメートルになる円柱形の痩せ下で量が目立つ。寒毛は白色で長さ5から6ミリメートルになる。日本固有種。本州の関東地方北部に分布し、温帯域の夏緑林の林内や林園、阿光山帯の寒木林の縁や草原に生育する。しかし、日光山地では日本自家による食害のために壊滅状態にあるという。また、 日光白根産後式沼藩は本州の代表的な産地であったが、全白根山川の岳干場林の林園に群生していたものは、1991年以降は日本自家の食害で消滅し、今では絶滅状態という。本州は1912年に小松によって日光の南大山で採集された標本をもとに、カコリ屋南大過小松として、 カコリア族の独立種として発表された経緯がある。1938年、北村志郎はこれを当時、裏毛ヨブスマソウの海分類、カコリアホスタタエル、サブスプ、オリエンタリズ・キータム、バリエーション、ナンタイカキータム、として組み替えた。以上のことから、本種の和名日光コウモリは、日光カワホーリの意であり、種小名南タイクスは、本種の基準産地である。 南太山のこと、別名の南帯コウモ森も同様である。絶滅危惧愛エルありがとうございます。